おはようございます。今日は長井市の方に。長井なんだけど、これ見てよ、はい、この綺麗な景色。これはいいですね。いい時期だよね。もうこういう時期はこれですよ。いいテレビでするな。僕たちがいるのは水と緑と花の町長井市。町中には至る所に川が流れ、清らかな風景があり、緑豊かで四季折々の花々が辺りを彩ります。そして今回のテーマは KENDAMA。 冗談冗談。いや違います違います。J 言うてないです。何何。けん玉です。ああ、けん玉、ね、こちら長井市はですね、うん、競技用のけん玉の生産量が日本一。日本一なんだ。日本一なんですね。すごいですよ。でこの長井市はですね、このけん玉を市技、あの市の技、市を挙げてこれを競技を盛り上げていこうと。国技みたいな感じのことかな。そう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 。はあはあ、それの市議にね認定しておりまして、はい、そのけん玉を今回深掘りしましょう。深掘りだよ。けん玉すごいからね。はい、で言ったらここはどこなんだということなんですけど。そうだね。ここはですね、うんうん、山形工房さんと言いまして。山形工房。こちらです。うん、こちらでね、けん玉を作ってらっしゃるわけなんですよ。あれ？お、書いてある。あ、あ、書いてある。こんにちは。こんにちは。山形工房って書いてる。あれ？そうです。ということは？の、あの、山形工房の社長の梅津です。あ、社長さん。はい。社長史上一番ベビーフェイス。いやいや、けん玉お上手なんですね。一応ですね、あの、この競技用けん玉って9から段まであるんですけど、はい、4段を私は持ってます。段持ちなんや。段持ちで。そんでけん玉こちら工房で作ってるんですか。そうです、山形で生産量日本一じゃないですか。はい、またなぜこの長井で作ることになったんですか。そうですね、あの、まあ、私の実家が、はい、あのこの辺であの農家をしてまして、で同じくあのすぐ裏がこう山になってるんですけど、はい、山を守る仕事もしていまして、はいはいはい、その山の管理をしている中であの裏山の木を伐採して、うん、人里に流して販売するような仕事もしてまして、はい、その中からうちの祖父があのまあ、地元で採れた木材を使って何かものづくりできないかということで農家の冬仕事で最初始めたのがきっかけで。そうなんや。はい、やっぱりこの風雪厳しいところで育った広葉樹っていうのはすごく粘り強くて丈夫なので、そういうあの木材の産地として恵まれていたっていうのが大きいきっかけだと思います。これはその何でしたっけ、競技用のやつでしたっけ。競技用です。はい、競技用って。これ実際競技用けん玉って人口的にはどれぐらいいらっしゃるんですか。はい、一応ですね、あの数年前のニュースで見た基地ですと、はい、あの国内で300万人、まあ、海外でも100万人を超えたっていうのが今から 7,8 年前くらいに見た400万記事でした。これ中見せてもらっていいですか。違うわ。この中見せてもらっても見た映画な言われる。実際作ってらっしゃるんですもんね。ご案内いたします。いいですか。はい、どうぞ。はい、嬉しい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、このまま忙しい時に。うわ、綺麗な、はい、忙しい時に。そうですね、ここがあの組み立て場で、はい、組み立て場。組み立て場、はい、これ組み立て自体は手作業でこうやってやられてるんですか。手作業ですね。すごい、はい、どのくらい出荷されてるんですか。あの出荷は1日だいたい600から700個くらい。これは手作業で600つくのすごいな。実はですね、はい、こうただ組み立ててるように 見えるんですけど、はい、全部この3つの品質とか手で触った時にあのまだ検品も兼ねてるんです。ヤスリがちょっと甘いなとかちょっとガサガサするなとかあったらそのヤスリでしっかりきれいとして出して。甘いやつ入れとか。甘いやつ分からへんやろ俺らでは。どれが甘いか、はい、すごい気のいい香りしてきた。うん、あ、ほんまや。あ、うわーこーえー、うわすげー、わ圧巻やな。 ね、はい、すごい種類ですね。はい、この辺がもう創業初期に作っている。あ、歴史になってるんだ。まあ、今年で50年。50年、おめでとうございます。素晴らしい。その当初に作ったのがこれね。はい、ここからスタートして。の昔のはやっぱり今と形がちょっと若干違ったり、違うんですか。例えば今のこうなんですけど、こうなんけど、これ昔のはですね、例えばこれとか角張ってたりとか、お皿のサイズがちょっとちっちゃかったりとか、角張ってるとかけやすいとかがあったりして耐久性。これどういうやつ、どう違うのかな。これはあれですね、もう木の違い、はあはあ、で例えばあのヒノキ、ヒノキね、これヒノキです、はい、と奈良を持っていただくと、はい、違い分かります。重奈良、はい、あ、重さが違うんや。そう、俺大阪の時奈良のこと使ってたけど重かった。違う違う、それはあの嫉妬しいなだけやっぱり祖父なんかはもう創業当時は木材を試してみてバランス耐久性とかに優れていたのが、はい、ブナと桜の組み合わせだっていうので、それでずっと来てる。面
あ、待ってくれ本坊元気なにそれ水口あれこれちょっと会社倒産ってやばいんですよこれはあの今ねあのそういう著作権とか厳しい時代ですはいアウトですいや組でお邪魔しといておいおいおいそれを見たことないんですめっちゃ可愛いじゃんちょっと私も頼まれですからなんだよあのデザインお願いしたら作ってくれるんですかそうですあそれすごいですね、うん、いいですかいただいてすいませんありがとうございます嬉しいめっちゃ可愛い、はい、めっちゃ嬉しいすごい繊細にできてるじゃないですかはいこういう技術ってなんか他に利用したりとかはされてないですか、まあ、うちはやっぱり 0.1 ミリ単位で作って木の耐久性、うん、あと塗装印刷の技術ありますので、うんうんうん、最近はですね、はいはい、で実はそういった技術を利用して、うんうん、あの今あの作り始めているのが木製バットです木製バット作られてるんだ、はい、すげえ、はい使ってほしいですね、スポーツ選手ね。すごい、かっこいい。これあの、こういうの嬉しいよね。なんか木を使うっていうのは。そうか、いろんなものに技術の転用ができて、これからもなんか広がっていきますよね。うん、そうですね。ねはい、素晴らしい。楽しみです。うん。はい、そんな上手い方って長井市にいらっしゃるんですか社長以外で、はいはい、社長も上手でしたよ上手でしたよいますよ、はい、持ってますいるあの世界チャンピオンが実は今ここ長井市に住んでるんですよあそうなんですかの、はい、え長井に住んでる長井市に、はい、さあ久しぶりに来ましたね久しぶりね久しぶりスパイクね、はい、うんこのけん玉広場スパイクということではい来ましたねあやってるねみんなわあすげえうわまあブンブン回してるたくさんいらっしゃるけん玉アメリカンクラッカーしてるやんこんにちはっすこんにちはお邪魔しますこんにちはもしかしてですけど世界チャンピオンのニックさんですかはいうわーすげえおいくつですか、ゲラ今23歳です 23歳、はい、おいくつくらいからやられてたんですかそのけん玉時代は11歳の頃からずっとやってますでも11歳から7年でもう世界チャンピオンまあそうですね、はいすげえ。11歳の時はそのアメリカに住んだったんですかそうですね、あのワシントン州あのワシントン州ワシントン州ですかシアトルはいはい、シアトルシアトルなんか生まれ育ってたんでシアトルでけん玉まあ、今でも結構流行ってますが流行ってるんですかそうなんですかはい、流行ってるニックさんは日本に来られるきっかけは何だったんですかですね、まあ大学4年生の時に、はい、その知り合いに、うん、この長井市地域おこし協力隊の話を聞いて、はいはい、で、その流れで面接を受けて、はい、で、受かって、で、こっちに来ました技見せてもらっていいですかいいですか、少し技、はい、じゃあ、やります、はいわおかわあビューティフォーうわ何これおエクセレントうわうわおいやすげえこちらスパイクさんはどういう施設なんでしょうか、はい、キナモリゾブスパイクってキナモ体験施設なんですね、はい、まあキナモも、まあ、販売されてますが、うん、まあそれよりも、まあ、誰でも、まあ、無料でここで遊びます、うんじゃあ今日早速ちょっといろいろ教えてもらいます。いや確かに教えてもらいましょう。よろしくお願いします。お願いします。ここからちょっとまあ膝を使ってで伸ばすと同時に玉を持ち上げて引き上げて。おお、すげえ。おお、ダメだった。発生できました。ダメだった。ほっぺやっていい？膝を。膝すごい大事なんで。あれだ。ね、顔は？あ顔見えないのか。顔真っ青に来た。どんな感じそう、球を受けるときに、はい、受けるときにちゃんと使って、はい、あ確かに下げたら安定するわすげえほんまやこんな使えるのすげえは下がるとちゃんと安定するねすごい教え方上手ですねうまいできますクッと引いて、はい、前出してあ、そう。なるほど。そう。逆うわあ。いけた。いけた。一発でいけたよ。いけた。この辺が限界ですか。ですかね。あまり一回大きな壁。やったことない人からすると、あんまり普段みんな見た。
持ってきました見てないうちに次の展開行こうとしてんの行けてもた。いやいや行けて、はい、ちょっと実は拝見して一つ技、はい、見せていただきたいのがあるんですけど、うん、糸の上に乗せてましたよね。あれどう？それってタイトロープっていう技なんですか？タイトロープ。タイトロープ。タイトロープ。検索機を紐の上に乗せる技っていうことです。そういうこと？そうやって乗せんねや。うわすっげえ。どうなってんねんこれ。すごい。すげえ。力入る。うわあ！すげえ。すみませんちょっと時間かかる。見たことない。すごいわ。わお。お見事です。素晴らしい。さすがワールドチャンピオン。いや素晴らしい。けん玉の魅力ってなんすか。まあ誰とでも仲良くなれるっていうことですね。確かにもう、うん、なんかもう楽しみにいけるぐらい仲間。それはあの踏み込み方の問題。まあ、楽しみ。その言語が通じなくても、うん、まあ金玉だけで、まあ、コミュニケーション取りますので、それもあるかもしれないですね。まあ、どこでもできるっていうことなんですが、うん、まあ、はい、まあスペースはあんまり取れないので、うん、室内でもできますしね。今もう結構なんかそのワールドカップとか、うん、まあ、外国の人がですね、うん、そうやってやってくれてもすごい日本人たち嬉しいんですけど、うん、広がっていってるのもね、うん、はい、そうですね、はい、まあ、今年のワールドカップにも、まあ、外国人とかもたくさん来ますので、うん、いや楽しみです、ね、楽しみだわ、はい、ニクさんも出られるんですか？出ます、はい、ねえ、今年ももちろ ん, なんか優勝を目指して、うわもちろんぜひぜひめちゃくちゃ応援します。長い来られて、どういう活動も今後していきたいですか？ね、ここからもその金玉の楽しさを遠くに、うん、まあ、広めていきたいっていうか、うんうんうん、でもこうやって子供たちとかね、地域の人とかって来て憩いの場になってるのとかすごいいいなと思うんですけどね。そうですね、毎日は子供たちは遊びに来てますし、あ嬉しいですね。うわーすごい、すごいね、めっちゃ上手やん。やばい、すごい、すごい君。せっかくね今日こんだけいるから、うん、あのよくあのテレビとかであるやん、はいはい、プレッシャーけん玉みたいな、一人一人が正解していくやつ。ああはいはい、あれちょっとやりませんか？参加してくれないかな、みんな。いいですか？じゃあけん玉連続チャレンジお願いします。さすが、うまい、うまい、うまい、やばい、ああ、うわやったー、やったー、すごい、一発だった、一発できた、嬉しい、いやー最高でした、ありがとうございます、ありがとうございました。さくらんぼの新品種山形紅王の本格デビューを記念して、寒河江市の最上川ふるさと総合公園を会場にトークショーやマルシェ、流しさくらんぼなどさまざまなイベントを開催します。詳しくは県ホームページをご覧ください。